めんね、ファルコ。あんたは分かっていたのに、巻き込んで。俺は、レベリオの襲撃に加担している。病院の傷痍軍人が、エレン・イェーガーだと知らずに、手紙を区外のポストから彼の仲間に送り続けて、レベリオで大勢殺された。だから、ウドとゾフィアも俺のせいで、死んだ。そう。あと、お前が好きだ。お前に、鎧の巨人を継承してほしくないから、戦士候補生になった。俺と結婚して、ずっと幸せでいるために、お前に、長生きしてほしかった。何言ってんの。俺は巨人になっちまうかもしれないから、もう言い残すことはねえ。行こう。お前が脊髄液を飲んだことをジークさんが知れば、叫びを阻止できるかもしれない。